どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、こちらの知っておりますかね皆さん、私のはねこのカードなんですけども、こちらね B43 っていうプリペイドカードなんですけども、本日はですねこちらがアメリカンエクスプレスからチャージがね開始になりましたということで、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで皆さんね、こちら知っておりますかね B43 カードということで、残念ながらですねこの券面ね、ちょっと前の券面なんですよね。今はね新しい券面になっておりまして、ちょっとここら辺ね出しておきますけども、こちらの券面がですねこの B43 のね新しい券面っていう風になっておりまして、私はね結構前に作った時はまだねこのカードで、この一番最初出た時はですね IC チップとかタッチ決済とかもね利用することができなくて、またねこれ私の作った時は 3D セキュアとかもね対応してなかったので、 PayPay とかにもね登録することができなかったんですけども、今はですねこちらのデザインに刷新されて IC チップもつきましたし、ちょっとね有料にはなってしまうんですけども、タッチ決済とかもね利用することができるプリペイドカードっていう風になっておりまして、このプリペイドカードはですねどういったサービスなのかというと、家計簿アプリって結構ありますよね。まあこれと一緒になっているプリペイドカードっていう風になっておりまして、残念ながらですねこの B43 カードっていうのは還元が特にないんですよね。ですのでこれで使ったからといって何かポイントがね貯まるような制度はねないんですよね。でこの B43 カードの一つのね大きな特徴としては、この B43 カードっていうのはアプリでね、家計簿アプリであったり残高とかね管理するようになってるんですけども、一つの残高から2つのプリペイドカードを発行して利用するみたいな、まあ、そういった感じでね利用することができるんですよね。今までねおそらくこういったサービスってなかったと思うんですけども、まあ家族カードっていうのがねクレジットカードにありますけども、まあこれはね家族っていう風になりますんで、まあ基本的にはねご家族の方がまあご夫婦とかでね利用されるケースが多いと思うんですけども、まあアメックスとかだとねまあ発行できたりっていうのもあるんですけども、まあ基本的にはですねご夫婦とかね家族の方でこの家族カードっていうのは利用することができるわけなんですけども、この B43 カードっていうのはそういうわけではなくて、カップルとかですね同棲してる方とかと一緒にね一つの残高から二つのねプリペイドカードを発行して利用するみたいなね、そういったこともね利用することができるんですよね。結構ね斬新で面白いですよね。まあこの B43 カードっていうのはねこんな感じになっているわけなんですけども、先日ねアメックスからのチャージが対象になりました。で私の動画のチャンネルではねちょっと扱わなかったんですけども、この auPAY プリペイドありますよね。私の動画でもね結構お勧めさせていただいたわけなんですけども、この auPAY プリペイドからですね、今までパスモ、ナナコ、ワン、レボリュートっていった電子マネーにチャージするときって還元があったんですよね。ですので去年のね税金の支払いとかね、もうこの動画非公開にしてしまったんですけども、まあ、こちらでね利用することができるっていうことで結構ねお勧めさせていただいてたわけなんですけども、特にナナコですよね。ナナコの場合はセブンイレブンでね手数料なしでね決済できるということで、 auPAY プリペイドにチャージしてナナコにねアップルペイでチャージして7個で支払うみたいなね、まあそういったことをお勧めさせていただいてたり、またねアメックスからチャージして auPAY にねチャージして、でそれをレボリュートにチャージして利用するみたいな、まあそういったことでね私のチャンネルではお勧めさせていただいたわけなんですけども、このね auPAY プリペイドからこのパスモ、ワオン、7個、レボリュートっていうのは還元がねなくなってしまったっていう風になるんですよね。私もね次のね税金の支払いの動画ではね話しようかななんていう風に思ってたわけなんですけども、まあこういった感じでですね auPAY でねチャージした時の還元がねここら辺がなくなってしまったんですよね。まあこういった感じで、還元がねなくなったんですけども、なぜかですねこの B43 カードだけこれ auPAY プリペイドからのチャージでね還元がなくなってないんですよね。ですので今まではですねアメックスの場合だとお勧めさせていただいたルートだと、アメックスから auPAY プリペイドにチャージして、レボルートみたいな感じで、利用するのがねお勧めさせていただいたわけなんですけども、この auPAY からレボルートっていうのが還元がなくなってしまったので、次はですねこの auPAY プリペイドにチャージしていただいて、その後ね B43 にチャージしてね利用していただくのがねいいのかななんていうふうに思います。まあ両方ともね物理カードなんで、
まあ AUP プリペイドのままでいいんじゃないかっていう話がねあると思うんですけども、このね AUP プリペイドっていうのはちょっと全部が全部ねお見せすることはできないんですけども、 IC チップが付いてないんですよね。ですので基本的にね決済しようとするとサインがね必要になります。またね 3D セキュアとかにもね対応しておりませんので、 PayPay とかね PayPay は5000円までは多分登録できると思うんですけども、まあそれ以上の決済はね利用することができませんし、またね D 払いも多分登録することができないと思うんですよね。一方ねこの B43 カードであれば、新しいカードはですね IC チップも付いておりますし、タッチ決済もね利用することができるっていう風になりますんで、残念ながらですね発行手数料はですね今キャンペーン中で500円かかるんですけども、またね紹介コードを入れていただいて銀行から1000円かなチェージしていただくと300円で、ね、もらえますね。実質200円でね発行することができるんですけども、こちらはね 3D セキュアとかにもね対応しておりますので、まあ、PayPay とかね D 払いとかにも登録することができるっていう風になりますんで、 Amex から AUPay プリペイドにチャージしていただいて B43 にチャージしていただいて利用していただく、まあ、こういった形でですね利用していただくのがねいいのかななんていう風に思います。まあこうしておけばですね、PayPay とかにもね、登録して利用することができるっていう風になりますんで、クレジットカードはね、使えないけど、PayPay は使えるみたいなね。まあそういったところでもね、利用することができるっていった形になります。それでは次にですね、今回ね、この B43 カードね、Amex からチャージできるようになりましたということで、ポイント付与に関してですよね、Amex からこの B43 にチャージして、ポイント満額でもらえるのかっていう話なんですけども、これはね、私の予想ですけども、おそらくね、半減すると思います。まあ、マリオットアメックスプレミアムカードとかだったら、本来100円で3ポイントですけども、200円で3ポイントみたいな。ヒルトンアメックスプレミアムも同じですね。で、アメックスのプロパカードだと本来100円で1ポイントですけども、200円で1ポイントみたいな。まあ、こういった感じになると思いますので、まあ、多分ね、今のところね、アメックスのチャージ系でポイント満額でもらえるっていうのは、あの指輪型のね、あの決済サービスありますよね。私の動画でもね、出しましたけども、エブリング。あれはね、アメックスからチャージできるんですけども、あれね、ポイント満額もらえるんですよね。あとね、前回動画のコメントでいただいたんですけども、ありがとうバンクカードでしたっけ？あの、前澤さんの、あれも確か物理カードがあって、あれもね確か満額ポイントもらえるみたいな、そういったコメントもねいただいたんですけども、まあ基本的にはですねアメックスのチャージ系ってポイント半減にねなることが多いですので、まあおそらくね今回のこの B43 のチャージに関しても多分ねそうなっていくんじゃないかなと思います。一応ね結果は動画のコメントの固定コメントにね結果記載しておきますので、まあ一応ねこれ発行するのにですね、手数料かかってしまいますので、まあ、招待コードを入れても200円ぐらいね、利用するっていう風になりますんで、まあ、もしね、発行検討される方は、そちらの結果見てからね、発行していただくのもね、いいのかなと思います。ということで今回ですね、B43 カードにAmexからね、チャージ開始ということで、動画解説させていただいたわけなんですけども、まあこの B43 カードね、まあ、直接ね、チャージされたい方もね、中にはいらっしゃるかな、なんていうふうに思いますし、またね、AUPay プリペイドにチャージして、今までレボリュートにチャージしてた方はですね、今回ね、この B43 カードにチャージしていただいて、3D セキュアとかね、ついているカードにしていただければ、PayPay とかでもね、利用することができるっていう風になりますんで、レボリュートをね、メインで使ってた方になるかな、なんていう風に思うんですけども、ぜひね、興味のある方はですね、発行してみるのもね、いいのではないのかなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter もやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。You're trying to stay strong and fake a smile until I